アラブ席はビリゲスの様だと忘れちゃいないとやっていけない。どんつくらつくらさあ、俺けんけんけん。さあ、これお前が、お前がアラブ席はビリゲスの様だと忘れちゃいないとやっていけない。さあ、これさあ、頑張って怖い。美しいでしょ。アムチみたいなさ。うん。お前がお前がアラブ席をビリゲスのサマーサタッパー。ピッチャーレッチャーつけた。カン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 。舞台衣装着てますから。着てます。よく晴れよって。ヒノピーが。エイジさん、ちょ運転中だからね。うん、あら、かわいい。かわいい。今回のメイクはいいですよ、でも、セイジさんの方が。演歌歌手じゃないよ。違うよ。細川誠二。今回は褒めてくれた、ヒチョピが。今日はいいっすよって。この前のよ、ね。うん。この前のところでいいっすよって。顔の色が白抜きになってないよ。真っ白だった前回。抜きすぎてる。嘘。攻めすぎた。攻めすぎっていうか、顔の首の色と合ってなかった。うん。テーマは何？和ですか？和です。よろしくお願いします。めっちゃいい。賛否両論。まあ何やっても言うやつは言いますからね。背中が痛いな。帯で持たれる。俺もなんか変な感じする。カッチカチに締められてるから。初めて来た浴衣。なんか当たってんだよね、腰に。なんか痛い。あ、ムヘンさんね。めっちゃ背中痛い。髪型がいいっすよ。髪型いいよね。なんか髪の毛色褒められた。薬局のやつなの。そう、薬局のめちゃくちゃいいですね。どんつくらつこい。どんつくらつこい。2時間かかるぞ、こっから宇都宮まで。準備はいいか。弦の彼方へ。さあ、行くぞ。表情が明るくなるね、メイクすると。ダンツクラスかい。ダンツクラスかい。誰かな。あー、ゆうちゃんね。ありがとう、ゆうちゃん。
たちは今日は TikToker ですから。そうだよ。小松くん。うん。ドンツくん。あ、そうちゃん。髪型を見てください。髪型いいやん、今日今回どうですか髪型。地毛なんですよ、これ。ズラっぽくない。苦しい、お腹が息できない。これ終わったらすぐ外さないと。あ、なんかキラコメすごい、今日テイザーはキラコメすごい。成功した、うん、今日成功。自然、今までのヘアメで一番いいよね、セージだね。そう。じゃあここ使うか、今度から。予約いるんだ、でも。当日。ドンツクラスコイラーちゃん。大成功。池王子。全身はね、あのツイッターにあげましたよ。僕のツイッターを見てください。花火大会も行けるぜ俺、今から。買ったからね、これ。買ったんだよね、レンタルやめたの。5000円だったから買った。でも一人で切れないわこれ、難しいわ。帯2本使ってる。2本、中に細い帯入れて、でなんか丈を調節して、で太い帯で締めてるから難しい。摩擦がダサいって言ってる。ドンツクラスコイ、おめえが一番ダセーよ、ゴリラが。誰か、お似合い。ゴリラがよ、人の批判ばっかしてんじゃねえぞ、ゴリラ。そう、奈々ちゃん見たの。鳩ばっか飛ばしやがってよ。奈々ちゃん見たの。すぐゴリラがよ。見たの、こっちの配信を。見てんじゃないですか。嘘、なんでもかんでも奈々ちゃんが、奈々ちゃんが、奈々ちゃんがって言ってんだよ。あ、ゆっからすか、マリアちゃんから。ゆっからすかい、ありがとうございます。王子はね、もう来ない。ドンツクラスコイ。あー、ビビちゃん。あ、出た、おばさんとか言われる。生で見た方がいいよ、うん。姉ちゃん、いいよ。セコンドだけどね。あんま目立つダメだから。主役みたいなもんですからね。目立つダメだから。目立たないように。セコンドつけてる人誰がいるの？市長だけ？いや、誰か他の人もいるの？いる人いるんじゃないですか、急遽ね。今日は TikTok 来てよ、フワリス。フワリスしか見ない人も TikTok 見てよ。すごいバトルが始まります。どこがヤマピーだ、ここにヤマピーいるだろ。どこ見てもキングキッズだろ、お前。ヤマイケルジャクソン。TikTok は、7時01の TikTok から始まって、それからみんなで。苦しい、これ。苦しい。どこ苦しい、お腹？お腹もめっちゃ上で締めちゃってるんで、背中に。飯食えるか？
中にもがっつり帯が硬いんですよ、これ羊、羊ね。ファンタジックオーマイガー、オーマイガー、アラブ、関谷、ビリゲス、ソーマン、ソーマン、セットアップ。うおー、あれや、誰誰見て見て、フォローしてる。いや、してない。あ、してないわ。あ、前投げてくれた人だ。うわー、ドンツクロストイ。フォローお願いします。匿名さん、フォローしてください。誰もフォローしてない。フォローして、この前イベントを投げてくれた人は片物じゃないんで、ね、片物じゃない、うん、ツバつけちゃって、ツバ視聴者に投げてくれたのかな、かっこいいから。いや違うと思う、無言、俺映ってないじゃんって、無言映ってないのに。視聴ピリスナいいよ、フォローされてない。たまにでもね、うん、たまに2人ともかっこいいからってひがまないでください。さっきからかっこいいでしょ、ね、かっこいいって言われたことないでしょ。僕たちは言われ慣れてるからね、うん、どうってことないですけど、やめてよ本当に。かっこいいでしょ、ね、ひどいね、妬みひがみがね、情けない。ドンツク、誰、あー、たまに投げてくれる人だ、たまに来てくれる人。相撲もできるで、うん、エロスケと相撲するか。下は生、ただ捨ててこう買った、捨ててこう、うん、2000円で。だ顔が痒いんだよね、うん、描きたいね顔。いや衣装どうなんだろう、みんな着ていくのか。普通の行く人もいるんじゃないですかね。翔さん応援してくださいね。タップで絶対負けないでね。あ、ゼロ始まった。今ゼロ始まったぞ。タッパしてよ。ゼロはレンタル。うわ、もう混んでるかな。サブスク配信ゼロは。あ、そうなんだ。一箇所混んでる。東北道大事だ。おい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 。アラブ席をビリゲットがそうまったトップワン。あ、赤ちゃんのトップ、赤ちゃん。ありがとうね。どこに乗るのか、手前か、奥か、真ん中か、東北道、あ、真ん中だ、真ん中や。汗かけませんよ、もう汗かけない、汗かけない。相手は友やつくんっていう方です。DM 来てた、よろしくね。いや、人気の人だよ、旅配信者みたいな。東京の子強いんだって、多分200万スコアぐらいは平気で出すよって言ってた、うん、嘘やろ、うん、じゃあいつものバトルじゃダメだぞ。いつものバトルじゃ勝てない、勝てないぞ。
相当強いって。気合入れないと。いや僕ね100万スコア超えたことまだないんですよ。嘘、負けるやん。じゃあプリンス公約の時も、うん、90万スコアだったかな。そうやろ、うん、超強いやん。なかなかね。人気投げいくか。人気投げする人いるのかな。俺セコンドしてる場合じゃないいるかね、まあ、配信者の人が投げる場合はたくさんあるだろうけども、まあ、そんなにね、僕も顔広くないんで。ありがとう。どんつけますかい。ありがとう。せつけ具合悪くなるから緩めて、いやちょっと緩めにはしてもらったけど、夜までっていうか、まあ、終わったらもう2人とも脱いじゃう。脱いじゃう。無理やね。無理や。うん。運転どころじゃないもんな。お腹すいたよ。これでサービスエリア入ったらやばいね。現れちゃう。うん。コンビニする？パーキングの。それしかない。コンビニでサンドイッチ食べる？おにぎりと。パン、うん、爪まで我慢するか餃子食うか。ラーメン食いたいね。ドライブスルーはないね。もう高速乗っちゃったもんね。乗っちゃったよ。もうあと1時間40分トップ駅まで。衣装に汁を跳ねても大丈夫です。保険に入りました、2人とも、うん、で俺は買っちゃった、うん、あ、そうか。そう、僕は保険に入ったんですよ。汁跳ね、破れ、食べこぼし。4000円ぐらいですか、これ。うん、これ5000円ぐらい。5000円ぐらい。5500円。おっ、おお、なんだ。たまになんだよね、近寄りすぎて。自動ブレーキ近寄ってないのにさ。だって着物じゃないからさ、生地が薄いから。タイトル変えていいよ。何にします？うーん、どうしようかな。このタイトルって何なの？タイトル、バズイチ。バズイチ？バズイチ。どういう意味や？バズる、バズローみたいな。バズイチ。ゼロワン企画、いざ栃木へ。慣れない。慣れないと。フリック。17時から。
似合う無限くん。正直に答えてほしい。無限くん、どっち似合うわよ、ほら。おお、本物は見る目が違うんだよ、赤だれ。こういうイベントの時はやっぱしっかりね、オーラある。ひどいよね、オカマとかマイケル・ジャクソンとか。ひどいわ。イベントはこうでなくっちゃ。あれは多分ね、イベントのカメラはメインカメラは加工とか入ってないと思うよ、多分。自分たちのあれはあれだけど、パソコンっていうか前のあの01の誕生日会みたいな感じなんじゃないかな、多分。おそらく宇都宮が映らなくなった、うん、新しいの買って。あ、買うね。じゃあ住所送って、うん、買うよ。うん、何でも買って、ね、何インチがいいかな。一緒に行こうか、買いに。あ、神戸か。あ、神戸東灘か。一緒に行こうじゃん。それは俺が悪いわ。あ、あー、ゼッキハン、ゼッキハン、タックノーが趣味得意。あ、それゼッキハン、タックノーが趣味得意。どこいしょ。ありがとうございます。おばさん、そう、ひどいね。こんなおしゃれなおばさんいないだろう。バカか、お前。どこにいるんだ、こんなおしゃれなおばちゃんとか。チャットは TikTok の告知用のグループチャットなんで、スクショとか貼らないで。誰これ貼ったの。配信のスクショとかこんなとこに貼らないでください。消して、今すぐ。交流の場じゃないんだから。今送った人やめて、ダメよ。たまにおはようとか打つ人いるけど、そういう場じゃないからね。試しようかな。やめて。たまちゃんかな。来てる。危ねえなこいつ。おおおおおお。あ、うわあ。お返しだ。お返し来た。お返し。15万来た。お月さん。やば。うわ。15。じゃ白着見ていいっす。うわ。20分で15万いっちゃう。やばい。うわ。ありやす。CA 様。
一撃。うわ、ありがとうございます。これはね、あんまり見れない。見れない。正直。やば、お月さんからミラクル5発もらったから、うん、うん、お返しだね。お返しだわ。さすがやね。上位級の。うん。お月ちゃん、ありがとね。お返しもらっちゃったよ。すごいな。職人投げてくれたから。高級なお返し。すごかった、お月さん。お月さんいなかったら負けてたから、ね。負けてたね。俺は。さすがよ。ハンターはちょっともっと大げさにしてほしいです。確かに。ありえないですね。15万です。ありがとうございます。これ誠治さんの枠で1回、自分の枠で1回だけ見たビッグバンハンターは。そう。誠治さんの枠でも見た。だってお月さんもプラチナたるきでしょ。プラチナ。もちろん。うん。邪魔してお腹の乳首の上まで来てるから帯が前傾姿勢になれないっていう。竜巻が来るって栃木。何何竜巻、竜巻注意報。そう栃木。栃木あまりないですよね。あるよ全然。これはこれ、これカバーの上からいけるのかな。いけないと思う。外しちゃっていいんじゃん。うん、竜巻来たら2人とも髪が終わる。見てくださいね、僕の上げてるんで。運転中だから顔出さないから X の方に書いても載っけてますので、こちらの方でね見て確認お願いします。我慢して運転してるから。メガネ取るとお構いは、ミサちゃんブロックしとくね、うん、
バーシップ入ってるけどブロックで、ね、ブロックね、うん、失礼極まりないね、うん、やめてください。危ねこいつ。野球はブッチ？ブッチ。マジか。まあメンバーはいるっちゃいるんで大丈夫。脱走したやっぱラムがいいんだよやっぱ。強いよ。バックに誠司さんがいたらね。そうだよ。後ろを振り返ったらいるんだから。うん、目打ち投げより心強いよ。そうだよ。仁王立ちしてるから。睨みつけるから。怖いだろ。睨み聞かせるから。強いよやっぱ。いるだけでね。さあさあさあって言えばいいでしょ。そうです。バディバディ。まずジャブからね、スタートは。ジャブ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 。まあ、無限くんが誰に投げようが無限くんの自由だからね。無限くんに勝ってるから。勢いがついてる。今日は二人とも歌舞伎町に泊まるので、宮里町あるかもしれないですね。あるかも。新宿来れる方、何時になりそう？打ち上げとかあるの？いや、ないでしょ。まあ帰ってきて11時とかじゃないですか。11時。ワンちゃんもう12時くらいまで。スタートはスピードチャレンジのノルマが出てから1人目のグローブを置いてもらって、あとはレンダーグローブ重ね置きです。重ね置きだからタップとバランとかそういうコツコツ舞台の人は最初に行っちゃってください。もうバラとか1個しか投げれないっていう人はね、最初はよろしくお願いします。チャレ出なかったら残り2分半だから2分半の時に一気に行くしかない。グローブ1人目置いてもう誰が置いてもいいから、その時は最後に置く人だけ決めてるから。あとあの前回もそうなんですけど、スピードチャレンジギリギリ0.01秒で差し込みしようと思ったらラグで入らなかったってことがあるんで、ちょっと早めの方がいいかも。前回プリンス小屋くんとか常夏くんとした時に間に合わなかったんですよ、スピードチャレンジに。残り1秒とかで置いたはずが、ちょっと余裕をね。 NG 出てる。マナーが悪いね。マナー入れ。5秒前ぐらい投げ切った方がいいかな。ワクワクするやんね、みんな。ワッチのさ、僕たちが TikTok のね、そういう企画でさ、面白くない？別にさ、投げる投げない
関係なしにね、また別の舞台でね、そうやって出てる姿を見て楽しいって思わないのが意味が分かんないんだよ。ね、相手も投げようが投げまいが楽しめるんだからやめてほしいね。誰かもらいに行って急いで急いでそれ急いでもらいに行って何それ。入場してたじゃないですか、うちは。今日だったの大阪、明日、明後日が東京、今日だって大阪の人急いで、ちょっと急いで急いで、場所誰か教えてください。嘘でしょ、場所誰か教えて、今日だけだって。嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ、嘘でしょ、嘘でしょ、せいじさんのうちは嘘でしょ、今日だけ嘘だろ。うわレッツクラスゲイ、フェニックス。嘘だろ、嘘だろ、今日栃木くんの水産も嘘だろ。じゃあ俺も行こうかな。入れねえの、嘘だろ。マジかよ、誰か確実に取りに行って。うちは京橋駅前、京橋駅前行ける、京橋駅前だって。誰か配ってんのそれ、運営委託されたティッシュ配りとかの会社じゃないですか、多分ね。誰かもらえてほしいな、京橋駅、家族で、うん、多めに。どんなやつだろう、写真、イラストかな、何を送ったかですね、先生。何を送ったか分かんねえ、ね、覚えてね。サムネイル、あ、Z の Z サムネイル、 あ、もらったの549号さん、写真送って、DM して。どんなやつなんだろう、本人のところにはどうなんだろうね。センサー届いてるの、何のあれのイベントだ。大阪だけ、大阪でエントリーしてるから、東京部門でエントリーしてる人は東京なのよ。センサーさんの方もらえるのが大阪っていう。そうなの、クワッチって書いてあるの、書いてあるでしょうね。黄色いかな、誠二さんと機長さんは奈々ちゃんの応援に行くの。どこまで似合うかなんですか、あなたは。主役、主役、これセコンド、主役、3種類やって段ボール6箱ぐらいやった。マジで、あら、すげえ。
フォロワー増えるかな俺。絶対食えねえだろ。誰やねん誰よ。誰やろ。何これ。でも何も知らずに使う人いるでしょうね。いや多分ね。誰やねん誰やな。道端でもらっても。ある程度有名な人だったらね、朝倉未来とかだったら。知らんよな。今日天神祭りだからあれか、欲しいな画像ね。え、あ、549号さんが DM で見たいそれ、うん、みんなに見せたい。僕の X に送れません？送って。みんなに見せたい。まあ、誠司さん運転中やからさ、うん、遅れます。市長出てないのそれ。僕出てないんですよ。何月のイベント？今時期だから3ヶ月前とかじゃないですか。なんか AU 電波障害出てないこれ。さっきから繋がないんだけど。なんで？昨日なってたらしい。本当通信エラー。AU やばいやん。なんで？ダメ？開けん。行くとこ大丈夫か？やっぱりね、ドコモだったら開けるもん。これ言うだろ。なんでだろう。明日浅草で誠司ちゃんの配られる。あ、そうなの。行く？野球の前行きます。うん、ネタネタでね。浅草と野球場は近いの？浅草だから、まあ、そんなに遠くはないんですね。これって分かるでしょ。あさって、あ、帰る日だ。じゃあこれ行くか。じゃあ誠司さん帰ったら、うん、ドンツクラスカイ、はい、栃木に来てるの市長。あ、今から行くんだよ。来てます。あと1時間後に。かゆいよね。書きたい。女の人はどうしてんのか、かゆいとき。我慢。どうやって書くの？爪で？ネイルで？ポリ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 。爪か。爪切っちゃった。深爪しちゃった俺。深爪。いけない。深爪しちゃった。
目がない。爪楊枝。乾燥するんだよ。普段からメイクしないからだろうね。慣れだよこれ多分。ちゃんは01社長の車で行ってます。で今日のですね12時から聖さんイベントなんで、死聖獣コロシアム、なんかエッチな名前だね。ガロのラッシュの名前です。そうなの、聖獣ラッシュ。これもパクリなの？ガロのパクリかもしれない。この間打った時に聖獣ラッシュってこの字だと思う。ガロだよね、聖獣。パチンコには行け。パチンコ好きなんじゃない？マッチのお姉さん。ねえ。だってこの間はゴッドでしょ。今度はガロでしょ。挙句の果てにお前がまでパクってる。ネタ切れだね。ネタがないんだよ、本当に。びっくりした、アラブの石油は。蓮田まで来たぞ。蓮田です。俺前住んでたとこだ。こんなとこ住んでた？住んでた。一人目の奥さんと離婚してすぐに一人暮らし。一人暮らし、うん。ここからツイキャスしたんだよ。あ、スタート一人で、うん。発祥のクレイジーバビアン発祥の地ってことですか？帰りはね、うちは送りました。来た。ありがとうございます。俺に送った？俺来てないよ。来てない。俺に来てる。あ、来た。来た。どんな？ああ、ミタン、ミタンと、ジェイさんこれだわ。え、ミタンと一緒なの？いや、バラバラだけど、このあの。いつものやつが、これ一番可愛いんじゃないかな。これのやつ？ミタンとヒノピー、これとちっちゃいの？クレイジーバビアン。いや普通のうちわでしょ。ミタンも入ってんの？このイベント出てたんじゃないですか。ね、ツイートしたい。あのセイジさんのアップのが欲しいです。あ、確かに。今送ってくれた方、クレイジーパピオンのピン写もください。できればお願いします。誰かのスクショした？これ画像が荒いけど、誰かが配信で写してたのをスクショしたのかな。今京橋駅に行ったらもらえるんだって。何言ってや、俺のやつ。シャミオ、赤ちゃんの出来はもう配信できないんだってよ。ダメなんだって。去年手伝いだけどできないんだって。なんで？怒られちゃったんだって。あの協会の人、組合の人にずっと配信してどっちか騒ぎにしちゃったら。ダメなんだ。良くないんですよ。良くないんだ。やっぱ税金払ってないから。やめれてんだ。敵やなんかあんなの。ヤクザとしてはヤクザがいいんだろ、バックに。セイジさんも帰らないといけない企画があるから行けない。奈良ちゃんのお迎えもある人は何日も何日もこっち入れ
れないよ、野球もあるし。あ、そうか、生配信でも利益取っちゃってるからダメなのか。いいじゃん、いろいろ問題があるのかな。せいでも払いやとかなるのかな。みんなにして、何場所だい。京橋駅3カ所で17時まで、うちは配布。皆さん行ってください、もらいに行って、余らせないで、全部もらって恥かかせないで。野球のことで深しいもが叩かれてるよ。あいつ来ないの、野球来ないの。そしたらもう必然的にセイさん4番はそうなっちゃう。うん、やるわ。じゃあ、いや、いいよ、枚数制限ないやろ。ファンなんです、全部くださいって言ってもらえばいいんじゃない。一人一個までとか決まりないでしょ、多分。そんなノベルティじゃないんだから。多分ああいうのって全部配り終わらないと帰れないから、もらってくれた方が多分嬉しい。27日は浅草に行ったら生産のうちはもらえるらしいよ。あさってね、あさって、明日じゃなくて明後日。クッキーまで来たぞ。俺が最初に働いたところ。クッキー。クッキー。何もなくないですか。最初職場だった。トラック。トラックってか葬儀関係ね。あ、葬儀屋。お留守番ってか帰っちゃったよ。大阪、東京、福岡でも配るんだ。腹減った。でもさっきネットの王子の枠見たんだよ。そしたらコメントにこう書いてあった。あいつ、あの二人ずっと寝てばっかりで不愉快だったって書いてある。潜ってたんだな。そんなことないよ、ね、遠隔入れればよかったね。びっくりしたこれ。遠隔、あの二人ずっと寝てばっかりで、王子がつまんなかった、かわいそうでつまんなかったって書いてるやつだけど、遠隔入れるか。そんな寝てないですよ。調子こいてんな。寝てないから、だってずっと回してたんだよ、寝ずにみんなで。めっちゃいろいろ言われてたな。溜まってたんだろうね。関わりやついるんだな。楽しかったけどね。見てる人楽しかったんじゃないの。そんな不愉快なコラボじゃないでしょ、ね。ふざけやがって。見てたね。ねえ。みんなが得してるだろ。27時間連続放送なんですね。27時間
ター見てくださいね。ツイッター見てください。ツイッター今映せないんで高速なんで、せいじさんの X を見てください。そう言われると思って写真撮ってきましたから。先読み、はい、運転するんで僕は。あ、リップね、なんかオイリップもらった、オイでつけるやつなんか入れてもらった。誰かやってんの今ですね。養分、エトプリ、輸血ですね。ちょっとはやってない。養分にナイスお願いします、ね、養分にナイスお願いします。養分にナイスお願いします。120キロになったのこれ、ね、120って書いてある。本当なのか。東北道詳しい方、120キロこれ。新東名と一緒、120でいいの。いいのね。 OK。 養分、養分、養分。いやー、これは機長は似合ってないよ。前100だったよね、東北道。いつから変わったのこれ。いつから120だったのこれ。前100だったで、俺の若い頃は。10年前。いつから？2月2022年から。やっぱり最近だべ。知らなかった。東北道が120。少年みたいにニヤニヤしてたよ。変わっていく自分を見て、ニヤ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 。機長さんがさ、俺とエレベーターに乗ったんだけどさ、せいさん乳首見えてますよってさ、覗き込んできた。エッチだよこの人。気をつけてね女の子。乳首見てきた。せいさん見えてますよって。エッチだからねこの人。そういうとこしか見てないから。俺の乳首横から覗いてきた。じゃあ女の
したらこれ相手なら見ませんか、うん、見ちゃうでしょ、見るでしょ。何食べてない、やばくない、何時今、もう3時ですよ、何も食ってないよ朝から。せいちゃん見えない、あのね、せいさんのやつ X 見てよ、分 X 見て、 X 見て、 X よ、分が言ってんの見えないって、見たい、見たい、見たらいいね押しといて、行けるからね、浴衣デートしたい人いますか、栃木で。養母、あの家にポスター届いてなかったの、俺あ来たよ、俺と養母のポスター届いてなかった、俺たちはアイドルなんだよ、飾ってよあれ部屋に。
竜巻ね、来てるらしいね。嘘。最悪やん、他の 髪の毛やばい、ね、竜巻巻き込まれたら全部バーになっちゃいますよね。車の中にね、撫で方だからだよ。セイさんとかはカチッとしてるから浴衣着てもかっこいいんだけど、俺撫で方だから似合わないんだよ。俺もまあまあ撫で方だよ。どうすか、うん、押してくるもん、リュックダメだ。俺これカチンがないとダメです。撫で方はね、辛いんだよ。リュックサックすぐ落ちちゃうから。したら別の自分になった気がして変な感じがしますね。自分じゃできないからこんなの。37歳にして目覚めたかもしれない。大丈夫かな、強いのかな、佐野は。これ一回切れるよね、どこが電波悪くなるかも。佐野って悪いんですか。悪い、一回切れる一箇所。大丈夫かな、電波。山間部来たぞ。佐野富士岡通過。まだ大丈夫だ。もうちょっと先行くと電波悪いとこある。電波2本しかないからちょっと au もどこも。あ、やばい、2本しかない。うわ、どこも1本。やばやばい、やばい。やばい、 au もあかんか。やばい、どこも2本になった。 au こっちは au が2本。あ、来た、フェだ。耐えろ耐えてくれ。あ、来た来た。オッケー。あそこ電波悪いんだ、いつも。
佐野インターの手前。あるかも。勘違いしてここも120で行っちゃうと捕まるんだ。宇都宮餃子食うぞ。あ、ここも電波悪いかもな。なんとも大丈夫。大丈夫か。そうそう、スタートは01の TikTok です。これふわっち運営もさ、ヒヤヒヤしてんじゃない。01抜かれ抜いてからさ、はい、TikTok 行ってからだから行ってからさ、みんなゾロゾロ行ってんじゃん TikTok に。ヒヤヒヤしてるでしょ運営さん。ぶっちゃけ。でせいちゃんも TikTok 行くんじゃねえかみたいな。ねえ。みんな TikTok 行っちゃってふわ主が。どうなっちゃう。完全移籍したらねえ、どう思うんだろうね。困っちゃうかね。誰が1位なんだろうね、マンスリーで。養分か。養分かな。養分強そうやな。強くなりそう。タコもいい。
稼げるっていうのがあるから、小村さんも実際興味あるっていうか、たまにつけてる。ワンネーム入ってんじゃないの？入ってます。来たらいいやん。試合組んでくんなかったの？いや普段やってないから、実績がないから。あ、なるほどね。ダメなんだ。じゃあ中途半端なんだね。え、ちょっと曇りが怪しくなっちゃうの？大丈夫か？雨降りそうですね。降りそう。大丈夫？衣装濡れたくないんだけど。ちゃん乳首が濡れたら、16時以降に雨。嘘。降ってないっす。誠二さんもフォローしてきました。ありがとう。誰？あ、マナオね。ありがとう。ありがとうございます。ラスコイ、ラスコイ、2人目フォロー。ラスコイ、ラスコイ、あ、じゃないっす。雷が鳴ってる。なんかね、曇ってる。あ、確かにアウトが。あ、あそれ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 、赤飯タックノが修理特技。あそれ赤飯タックノが修理特技。とこいしょ。貴重頑張って、ありがとう、クラゲちゃん。ありがとうございます。Thank you。五発。怖い怖い怖い。なんだこいつ。RX7。どんなマッチかこれ。ダメじゃない、ずっと右ウインカー出してる。これ抜きたいってこと？ずっと右ウインカー出してる。ショートカット、これどけようってことでしょ？煽ってんのか。煽ってるこれ。おお、今時いるのこれ。これあれじゃない、イニシャル D のやつじゃない？ RX7 違う、この煽り方。右ウインカーずっと出しっぱなしで、これどけようってことでしょ？左に回った。やばい、むちゃくちゃしてんなこいつ、むちゃくちゃするわ。ここからさらに右に行こう。俺もちょっと左見ないといけない。遠いね。どこだこれ、どっちだ。左北関東道だっけ？あ、違うな。どっち？北関東道じゃないこれ。
北関東道行くんだよね。北関東自動車道だよね。これだだよね。何行った？もうキングクラフトこっちって看板出しときゃ、もうあそこのとこでも間違えちゃったら大変だこれ、遅刻しちゃう。キンクラ行きます。キンクラ交通金属宇都宮2個あるからね、キングクラス、モーカーと宇都宮。前行ったとこでしょ、あのショッピングモールの。そう、もう何回も行ってるから。これ栃木でもヘアメイクできた、もしかしてワンちゃん。まあ、美容室だったらヘアメイクはできますけど、着付けは、まあ、できるだろうけど、どうなんだろう。怪しい。できた。この着せる？ああ、タバコの描写になっちゃうから。ダメかもな。なるほどね。ことか。まあその場合はこっちで行きます。そんでバンなんて受ける。バトル前にバンなんて不戦勝。ケイちゃん遠いな。遠い。よく来てるけど東京に。変えたらダメなのかな。最高記録か。最高記録だよ、これ。ここ最近で最高記録。痩せちゃうで、これ。無限さんですよ、助手席は。無限です。無限です。ふわっちの無限です。無限です。無限です。いや今日ね、駒井くんと牧場くんとのバトルしたんやけど、ふわっちでね負けた。負けた。やっぱり俺は TikTok やなって。うん。ケン君の声って難しいだよね。いや、いいんじゃない。特徴捉えて。捉えてます。そんな感じ。こんな感じですか。危ねえ。お前が見てない。
ないんだな。お前さ、こい。マジで見てなかった。見てないだろ。急に割り込みしてきたんだよ。急カットイン。車線変更。アホが多いのか、栃木は。嘘だな。嘘でしょ。嘘でしょ。嘘でしょ。スギさん事故ったの。嘘でしょ。とある配信者が事故。大事故。嘘でしょ。嘘でしょ。嘘でしょ。スギさん事故ったの。嘘でしょ。ラッツケラッツケイ。フェニックス。大変だ。スカイラインじゃん、あれ。パトカー。本当だ。何の車だ、あれ。スポーツカーじゃない、あれ。クラウンじゃない。クラウンじゃないの。プリウスでも。なんだあの車は。まだか。録音されてない、あいつ。クラウンか、アスリートか。レクサス、あ、レクサスだ。え、違う違う、トヨタだ。クラウンだ。クラウン。いいやつだ。変更じゃない。一番新しいやつ。SUV になる前の新しいやつ。嫌だね、パトカーの後ろ走るの。なんかさ、なんか嫌っすよね。なんか嫌だね。飛ばせないし。うん。何はナンバーだし、ベンツだし、職質対象だ、これ車検ナンバーはね、うん、あ、でも後ろも嫌だね、うん、後ろにビタ付けも嫌だな、上げ足取ってきそう。80だけど80だね。100?
チで捕まったんだ。ああ捕まるね。まあでも出しちゃう気持ちわかるわね、うん、ここは。食べたのが12時ぐらいでしょ、うん、14時間食べてない。食べてない食いだめしたの。やばいやばいわ。14時間食ってない。せいさんありえないよ。カフェール飲んだけど。やばすぎる。14時間食ってない、ありえない。今年初めてかも断食。パワーかな。投げ食ったからかな。左か。あったら左。左やね。普通の。四号線だ。でしょ。四号線。四号線入ります。来た。降りたぞ。メインで出ようかな。高いのこれ。栃木180円。高い。廃浴この間200円超えましたよ、ね、1回。そう。これ廃浴でしょ。いや、ディーゼル。ディーゼル、あ、ディーゼルか。高いのか。栃木140円。反対側
ちゃったこれ。やっちゃった。下だった。構えないか。下だ。とかやめて、もうつくんですよ。腹減ったよ。パラコン入れてない俺。入れれないもん、コンタクト。入れれない。してますやん、毎日してますやん。衣装的にちょっと運転帯がきつくてね、帰りはやるから俺外して。前かがみになれないのよ、背中もつけれないし。デルグランドデルグランドみたいじゃん。デルグランドなんだ、デルグランドなめてんのかそんなパチンコ屋。デルグラ、デルグラ餃子登り立ってる。餃子うまいのこれ。冷やし中華どう。絶対まず、絶対まず。あ、雨降ってきた。うわ何これ。やった雨降ってる。うわポタ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 。なんていうだっけこれ、夕立。ほら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 、スコール、スコール。うわ降ってきた雨が。わけわからん。雨ある。うまいかな。うわ雨うぜ。おかしな天気やな、こんな晴れてるのに。達也、達也、家系かよ。家系はな。傘っていうか駐車場は立体やから。うわだるいわこれ雨とか。
そうだな。嘘だろ、嘘だろ、こいつなんで左行けよ、邪魔じゃない、なんで右曲がるのこいつ、やめてんのかこいつ、これ嘘でしょ、右折できんのこいつ、ダメなんじゃないのこいつ、詰まるやんこんなやついたら、そうでしょ、なんで行かないの右折じゃなくて直進したいのか、でもこう行けばいいのに、そしたら追い越してるのこいつ、なんで行かないのこの人は、そうでしょ、何してんの、行けよ早く、何してんのこのバス、何してんのマジで、おい早く行けよ、おお、なんでこの引っ込み車なんだよお前、ガンガン行けよお前、行け若いよな、おー晴れてんのに雨って意味やからこれ、バグってんの栃木これ天気、嘘だろ、嘘でしょそんなことあんの、嘘でしょ、徳光さんは徳光さんはアラブの席、嘘でしょ、嘘でしょ、ダンツクラスカイ、ダンツクラスカイペガサス、ダンツクラスカイフェニックス、嘘でしょ、すごい雨が、なんで雨降ってんのこれ、洗車機入ってるみたいじゃん、晴れの日にこれ、なんで雨なのこれ、どういうこと、どっから降ってんのこれ、どっから降ってんのこれ、どの雲、カンカンデリ、10ゲームいるこれ上にアンチ、カンカンデリなのに、ペインポイントじゃんこれ、12枚ラスコイ、ラスコイ、あ、出ます、ありやす、出ます、あーコンビニあったっけな、レモン牛乳飲むか、栃木限定レモン牛乳、そうまずいけど、レモンと牛乳混ぜちゃった、クソ田舎やな、そら単車乗るわ、そらケイちゃんも、そら単車乗るわな、こんな田舎だったら、そら喧嘩に明け暮れるわな、これカル牛って何？カルキスト牛乳、あーカル牛ね、日本牛乳も熱いでしょ、知ってる？いや、わかりますよ、わかる？まずいよね、あれどんな味だったっけな、落ちる、アイコス、おい、ダンツクラスコイフェリックス、水分食べてね、あーマナオちゃんありがとう、Thank you、いつも大丈夫、かなりキンキンなんで、あ全然大丈夫、大丈夫、はい、すごい、あと5分、コンビニ見つける、一番乗りじゃないのこれ、サンドイッチと何食うか、
も誰か誕生日だっけ。いや、松平か。デイリー1位に行くよ、多分。確認しますよ、デイリーランキング第1位、桃太郎ちゃん。なんで誕生日の。誕生日っぽいです。嘘、じゃあ無理だ。7月25日。ああ無理だ。第3位が松平健です。無理だ、もう130万ポイント開いてる。あ、無理だ、無理だ。それこだわりとかなさそうじゃない？デイリー足りたいですお願いします。ないよね。ないです。だインターから遠い、遠すぎん。え、ミニストップある？左側にあります。あーね、あ、マーチあった、マーチ、はい、ビッグマーチ。嘘だろ、嘘だろ、遠いよ、せいじさん。こんな遠いの、せいじさん。遠いよ、嘘だろ。え、これビッグマーチに入っちゃってるじゃん。入っちゃってんの。単体じゃないんだ、休憩用の。あー、品ぞろえ悪いやつだ。パチンコ屋仕様だ。ダメだね。庶民向けじゃない、パチンカス向けだ。ダメだ。ゼロワンです、みゆちゃん。ゼロワンの配信です。会場の向かい側にファミマがある。あー、あるね、ドンキホーテの横に。ミニマよりミニストップの俺はうまいっす。うん、おにぎりは。ドンツクラスカイ、そりゃ。あ、アイちゃんありがとうございます。家系多くね。家系ばっかりですね。そうだろ、そうだろ。なんでこれ家系が多いの、栃木。どうした、濃い味が好きなのか、北関東だから。あ、そうなんすね。あ、そこはラーメンの桐生やってないのか。やってないでしょ、やってないわ。コンビニねえかな、どっかセブンイレブンとか。ファミマ行く？まあセブンとかね。セブンがいいよな。おにぎりセブンでもねえかな、近くに。着いたけど。カツ屋で弁当買っちゃうか？そうでしょ？そうでしょ？弁当買う？カツ丼でも食うか？カツ屋あるぞ、ここに。やってる？やってます。カツ丼食うか？カツ丼弁当、豚汁と。え？この信号右でセブン、セブン行くじゃん。時間はね、たんまりありますから。あ、見えんでよかった。突然って感じになかったな、顔つきが。僕が、いや別に何でも。
ドンキ越えてギガセブン。ドンキどこにあるのこれ。あ、これだ。あ、ドンキだ。うん、これを越えればいいね。すごいでかいよな、このパチンコやな。押す、多分出るんすかね、ここ。ここはね、出てるらしい。すごいらしい。県内最大級。うん、そこの居酒屋さんでも配信できたけどね。あそこ月之助さんとやったベビーフェイスか。うん、僕たちのことですね。うん、ベビーフェイスってオムライス。オムライスもあるんです。ビュッフェ入ってんのこれ。入ってます。ビュッフェです。ビュッフェみたいな。配信できた。できました。どこにあるのセブン。あ、サブウェイあんじゃん。サブウェイ、サブウェイ。こんなとこにサブウェイあるよ。こんな路面店で初めて見た。どいなかにサブウェイあるで。嘘やろ。嘘だろ。嘘だろ。路面店にあんの。あ、セブウェイあった。あった。こんなどいなかに。超迷惑だこれ。右折とか、これ右折とか超迷惑だ。大丈夫。あ、栃木の人優しい。優しい。入れてくれた。優しい。田舎の人は優しいね。ですから。で、せいさんも似合ってるよ、みんな。見せたいもん。配信号。あれ。前かがみになれないんですよ。全身見ます。せいさんの。じゃあ皆さん、せいさんの全身見せます。なんと本日の政治クレジットピアノおめかし。いきます。できたなら言葉では伝えることがどうしてできるか。愛しさの耳を知る。嘘だな。いいですね。やっぱ機長さんもね、いきますね。機長さんまで3321。ブルマおじさんやん。ブルマおじさんやん、それ。ブルマの人やんか、それ。ブルマの人やん、それ。細っ。いいじゃん。いいよ。ご飯食べよう。どん作らすかい。あー、とこちゃんや。お腹すいた。あー、お腹すいたよ。何買う？先に買ってきていいですよ、先生。いい？はい。じゃあちょっと。来たこれ、来たこれ、花火。来たこれ、来たこれ、花火。ありがとうね。まなおちゃん、パンツくー。
あったんだけど、なんかちょっと派手な方がいいかなと思って、こんなことめったにないんでね、普通の浴衣よりは。衣装ね、明日返す。これはなんか舞台衣装らしいよ。舞台衣装なんだって。なんか笑っちゃう。これがふわっちクオリティだ。一発の TikToker ではないね。これがふわっちクオリティだ。かっこよすぎてもダメだね、やっぱり、ね。ふわ TikTok のトップに行くともう芸能人になっちゃうからね。おじさんが無理してる感満載なのが、これがふわっちクオリティです、そう、やっぱりね。強そうでしょ、バトル全然強くないのに全然バトル強そうじゃないのに、こんなおめかししたやつが出てきたら、あれって、こいつ聞いたことないけど強いんじゃねってなるじゃん。わかるでしょ。いやー、やっぱ最下位は免れたいね、ちょっと。さすがに全員の8人中最下位スコア出しちゃったら呼ばれないかもしれない。俺も言いたいわ、これが Z 階段みたいなの言いたい。誰、俺、俺の相手強いよ。カラコンなんか入れ、俺入れれないのよ、コンタクト無理なの。目に物入れれないんですよ、怖くて。お構いまいに見える、勘弁してよ。どこがお構いまい、目でしょ。目のこの際のピンク色がお構い前に見えるんでしょ。どう見ても俺の方が、過去はね、ちょっとダメだね、夢が壊れるから。無限くんも言ってた、やっぱりあの TikTok はあの夢を売る仕事やから、加工は絶対した方がいいよって言ってた。絶対加工はつけた方がいいって。俺たちはあのみんなに夢を売る仕事やから、常にね綺麗でいないとあかんから、小前くんもね、加工はまあ多少なりともつけた方がいいよって言ってた。小前がね、言われてたよ、加工はつけろって。いや、多少小前も肌白くしとるやん、あいつしてるよね、あいつ。
帰ってきた親方。何を買ったのかな。すまない、いいよ、めっちゃ恥ずかしかった。これいいですけど、俺の方が恥ずかしいですよ。恥ずかしかった俺の方がめっちゃ恥ずかしい。どう考えても俺の方が。取れちゃった。磁石なんで大丈夫。うるせえ、たくさん話しかけないで。たくさんの人がいっぺんに俺に、栃木のどこですかとか、何の格好ですかとか、うるせえ、黙って見てろデブ、うるせえ。いちいち今から飯食うんだよ、力士が腹減ってんだよ、朝から何も食ってないんだよ、うるせえ、黙って見とけ。腹減ってんだよな、朝から何も食ってないんだよ、初めての飯なんだよ、集中させてくれよ。デブ、うん、何時間ぶりや。巡業です、宇都宮で巡業です、幕下力士です、食べるの仕事です。巡業、どうですか、スク、ああ、ありがとうす、あっ、怒った。餃子ね、配信許可取れないじゃん、混んでるじゃん。
今日僕主役じゃないからね。今日セコンドだから。TikTok のコイン？コンビニで買って？うん。俺に聞いても分かんないよ。分からん。投げ銭はね、やっぱりフラッツの方がいいと思うよ。安いし。あ、そういうこと言ったらダメか。俺はふわってしか勝たんと思ってるからね。俺はね、ふわってが好きだから。簡単じゃん。TikTok ね、難しすぎるよ。投げるタイミングとか、コインを買うところ、意味わかんねえ。うん、あ、もしかして。あ、りんちゃん。似合ってる？わかんないよね。ユニバース8万、うん、柴田で無理、俺も無理。わかんねえ。何を投げていいかわかんない。ドラゴンボールのくじあったでしょ、うん、一番くじ、あれね、残り10枚で、うん、半額で、うん、ラストワン。いや、いいじゃん、やろうよ。1枚400円でラストワン、4000円でラストワンのセールもらえる。やろう、まあ、やるも何も残り10個しかないんで、10個まとめ買いしたらラストワンセールだ。美味しいやん。しかも半額。どんつかつか。あ、イエッチ、ありがとう。ありがとう。セルだった。 お辞儀してるセルでした。こうやって、あ、完全体のやつ。完全体、完全体ですね。全部での残り10枚でラストワン4000円でゲットだったらめっちゃいいっすよね。790円でしょ、もともと。まあ別に損ではないというか。買うか。買います。セルセルセル。何食いました？1個目おにぎり10% 増量。セージが 10%。セージが 10% 入ってます。増量通知。パワーアップしてます。これはもうもう一個買おうか迷った。一個で足りるかな。今日のはソーセージ、うん、違う、サンドイッチだ。ハムタマ俺としてや。ハムタマ俺としてや。ハムタマ、ハムタマ、メロンロール、うん、甘い系だ。うわー、どんどんすごい。
やっと胃が落ち着いてきた。低血糖。何も食ってなかったから。やっとだ。カロリー低すぎるわ今日。あと1時間後集合。追加で。それだけですか。これうまい。おにぎりとパンだけ。うん。少ない。食欲ないんだ。夏バテかもね。これも食べてほしいな。うまいんですよこれ。昨日のやつよりうまい。うちの本当に昨日のせんべいよりこっちの方がうまい。本当にうまいよねこれ。マジでうまいよね。黒豆、昨日ねこんなの食い物じゃないとかって食ったらうまいって言ってたから。豆の匂いする。はい、優勝です。優勝。うまいもん、それだって。うまっ。なるちゃん、昨日朝からテクロック9時間やって65万稼いでテクロ追加数、おばさん課金者かの一貫性のもの分かんない。あの閲覧があると投げ資産とか来るからね。配信者、TikTok 配信者の人が投げたりするから分かんないよ。